TinkerCAD という 3D モデリングソフトを使い 3D モデルの制作をしました TinkerCAD の 3D モデルをもとに 3D プリンターで印刷をしました。 細かい部分など大変再現が難しい部分もありましたが、何度も試行錯誤をしました。 中小側、たやすいスケッチーズスクールというスケッチアプリを使用して制作しました。